浄土真宗本願寺派総合研究所では、2022年9月から入門講座初めて学ぶ正信偈講座全6回のデジタル教材を順次公開させていただいております。最後に改めて紹介させていただきますが、この教材はパワーポイントで作成したもので、当研究所のホームページからダウンロードすることができます。その公開と同時に、講座や研修会などを開くにあたっての講義の一例として実演した動画を配信しております。今回は第2回目としてお釈迦様のおすすめという内容でお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず前回の復習として、正信偈の全体の構成、正信偈がどんな構成になっているのかを確認します。正信偈は大きく会経団と会釈団に分けることができます。そして会経団は1、親鸞聖人の真の表明、ここは前回起経所と呼ばれていることを学んでいただいたと思います。そして2、阿弥陀仏の願いと救い、3、お釈迦様のおすすめという、3つの内容で会経団は構成されていることになります。続いて会釈団は4、教えの伝承というもの、5、七高僧の教え、6、最後に親鸞聖人のおすすめという内容で構成されておりまして、正信偈は全体で6つの内容に分けることができます。前回学んでいただいたのがこの1と2になります。そして今回皆さんに学んでいただきますのが、この3のお釈迦様のおすすめというところになります。はい。では早速、お釈迦様のおすすめの内容を見ていきたいと思います。お釈迦様のおすすめは、如来正意行出世という御門から、南中四難昔という御門までの、合計24句となります。ちなみに今5問の上に番号が振ってありますけれども、これは後ほどご紹介いたします。共通資料のに振ってある番号になります。はい。では、お釈迦様のおすすめで親鸞聖人は何を表されたのでしょうか。親鸞聖人にお出ましいただきましたが、お釈迦様のおすすめにおいて親鸞聖人が表されているのは、お釈迦様が説かれた阿弥陀仏の本願の素晴らしさです。お釈迦様がお説きくださって私たちに勧めてくださった阿弥陀仏の本願の教えはこんなにも素晴らしいんですよと親鸞聖人が表されているところになります。次にお釈迦様にお出ましいただきました。ここで簡単にお釈迦様と阿弥陀仏の関係を確認しておきます。お釈迦様は2500年前にインドに誕生し、80年の生涯を生きられた方です。そしてこのお釈迦様によって説かれたのが阿弥陀仏という仏様です。阿弥陀仏はインドという場所で80年の生涯を生きたお釈迦様のような形で実在した仏様ではなくて、いつの時代もどこの場所でも私たちを救うために働いてくださっている仏様です。そしてお釈迦様が阿弥陀様について説かれたものがこのお経になります。前回もお話ししました阿弥陀様の願い、本願が説かれたお経、仏説無量寿経、略して大経というお経です。このお経にはお釈迦様が阿弥陀仏の本願の素晴らしさを説いてくださっているわけです。ではお釈迦様のおすすめの内容を次に具体的に見ていきます。まずはお釈迦様のおすすめがどんな構成になっているかを見ていきます。
お釈迦様のおすすめは大きく3つに分かれます。1つ目が出世本願と呼ばれるところになります。出世本願はお釈迦様がこの世に出られた目的が阿弥陀仏の本願を説くことにあることを示すところです。そして2つ目が真の利益と呼ばれるところです。ここでは本願を信ずることによって恵まれる利益について示されます。全部で16句ありまして、このお釈迦様のおすすめの中心となるところです。この中5つの利益が実は示されまして、1番目に不断得生の利益、2平等一味の利益、3信仰正語の利益、4王朝御種の利益、5諸仏称賛の利益、本願を信ずることによって、こういう利益が恵まれることを述べられるわけですけれども、非常に難しい言葉が並びましたが、後ほど詳しく見ていきます。そして3番目が自力の戒めと呼ばれるところになります。自力というものを捨てて阿弥陀仏の他力にお任せすべきことを勧められるところになります。お釈迦様のおすすめはこういう構成になっています。では、1の出世本願に入っていきたいと思います。まず共通資料で出世本願の場所を確認しておきましょう。この共通資料は総合研究所のホームページからダウンロードできますので、どうぞご利用ください。まず出世本願の箇所ですが、この赤で囲った箇所になります。一番上には出世本願とあって、大まかな意味が示されています。ちょっと読んでみましょう。お釈迦様をはじめとするすべての仏様が世に出られる目的は、阿弥陀仏の教えを私たちに進めるためであった、という内容になります。そして中段が、正真言の御門となります。如来正意行出世唯説見だ本願会五濁悪事群情会方針如来如実語、この4句が出世本願と呼ばれる箇所になります。そして一番下が現代語訳になります。この出世本願の箇所の現代語訳ですけれども、今回の教材では解説の内容に合わせて少し変更しております。どうぞご了承ください。出世本願という言葉、どういう意味かと言いますと、お釈迦様がこの世にお出ましになった本意という意味になります。出世という言葉がお釈迦様がこの世にお出ましになったという意味で、本願という言葉が本意という意味になります。本当の思いというような意味です。では出世本願の御門と意味をちゃんと確認しておきましょう。原文は如来正意行出世唯説見だ本願会五濁悪事群情会往診如来如実言となります。これを書き下し文にしますと、如来世に降出したもうゆえは、ただ弥陀の本願会を説かんとなり、五濁悪事の群情会如来如実の御事を信ずべしとなります。そしてこれが現代語訳になります。お釈迦様がこの世界にお出ましになられた本当の理由は、あらゆるものを救う阿弥陀仏のご本願の教えを説かんがためであった。この濁り乱れた世に生きる人々は、お釈迦様が説かれた真実の教えを信じるほかないという意味になります。まず如来正意行出世唯説見だ本願会というところを見ていきます。如来という言葉赤字にしてありますが、実はですね、この如来という言葉、先ほどの共通資料にあるように、厳密には
お釈迦様をはじめとするすべての仏様という意味になるんです。しかし、ここではお釈迦様と理解していただいた方が分かりやすいので、今回はお釈迦様ということで説明をさせていただきます。お釈迦様であります。出世本願を理解するためには、お釈迦様の生涯を見る必要が実はあるんです。ですので、まずお釈迦様のご生涯をざっと見ていきたいと思います。お釈迦様は今から2500年前、インドのカピラバストゥというところでご誕生されます。29歳で道を求めて出家され、6年にわたる苦行をされます。この絵はお釈迦様の苦行の様子を表したものです。骨と皮だけに、ね、なっておられます。このように非常に厳しい修行をされたわけです。そしてそのような苦行の末、お釈迦様は35歳でブッダガヤの菩提樹の下で浄土悟りを開かれます。これがその時の様子を表した絵でありますが、郷魔浄土というもののイメージです。悪魔が攻撃してきたりですね、美女が誘惑してきたりしています。これはお釈迦様の心の中の戦いを表したものです。これらの攻撃や誘惑に打ち勝って、お釈迦様は悟りを開かれたわけです。悟りを開かれたお釈迦様は、35歳から命を終えられる80歳までの間、45年にわたって教えを伝えられました。この絵はですね、お釈迦様とお釈迦様のお供をしていた弟子の阿難さんを描いたものです。このようにお釈迦様は各地を歩いて教えを伝え続けられたわけですが、お釈迦様は時により、ところにより、また相手により様々な教えを説かれました。お釈迦様の説法は待機説法と言われます。お医者さんが患者さんの病状に応じてお薬を与えられるように、相手の悩みや苦しみや置かれている状況に応じてお釈迦様は教えを説かれたんです。そのために様々な教えがあるんです。その数なんと8万四千の法門と言われています。華厳経、阿漕経、般若経、法華経、涅槃経などなど、様々な教えを説かれたわけです。ここで問題となってくるのが、それらの多くの教えの中で、お釈迦様はどの教えを説くためにこの世に出られたのかということです。これが出世本願の教えって何ということなのですが、言い換えますと、それらの膨大な教えの中で、お釈迦様が最もお説きになりたかった教えは何かという問題がここで出てくるわけです。そこで正真言の御門に戻って、それを確認してみますと、お釈迦様がこの世界にお出ましになられた本当の理由は、あらゆるものを救う阿弥陀仏のご本願の教えを説かんがためであったとあり、お釈迦様の出世本願の教えが阿弥陀仏のご本願の教えであることが示されています。つまり、お釈迦様の出世本願の教えというものは、阿弥陀仏の本願の教えであると言われているわけです。そして、阿弥陀仏の本願の教え、これが出世本願の教えであるということは、先ほども申しましたように、それがお釈迦様が最も説きたかった教えであるということであり、さらに言えば、それが最も素晴らしい教えであるということを意味しています。
出世本願の教えというのは最も素晴らしい教えであることを表していると考えることができるわけです。ここで前回解説しました本願について簡単に復習しておきたいと思います。本願とは何かと言いますと、本願というのは仏説無量寿経、略して大経に説かれる法蔵菩薩の四十八願のうちの十八番目の願いである第十八願のことを言います。そこにはこう誓われています。たとえ言われ仏を得たらんに、十方の衆生死心信仰して我が国に生前と思いてないし十年前、もし生ぜずは生学を取らじ、ただ五逆と秘宝消防等は除く。このような誓いが第十八願であります。意味としては、私が仏になるとき、すべての人々が心から信じて私の国に生まれたいと願い、わずか10回でも念仏して、もし生まれることができないようなら、私は決して悟りを開きませんという意味になります。この色がついたところに注目して、さらに端的に第18願の内容を示しますと、第18願というのはこういう意味になります。あらゆる人々を信じさせ、念仏させて、必ず浄土に往生させるという願い。阿弥陀仏が法蔵菩薩という修行者であった時に、あらゆる人々を信じさせ、念仏させて、必ず浄土に往生させる仏になりたいという願いを立て、その願いが成就して、その願いの通りに、あらゆる人々を信じさせ、念仏させて、必ず浄土に往生させるという力を持った仏様となられたわけです。私たちは普通、一生懸命信じて、一生懸命念仏すれば、阿弥陀仏が浄土に往生させてくださると考えますが、実はそうではありません。私たちが信じることも、念仏することも、もちろん浄土に往生することも、すべて阿弥陀仏の力によるというのが本願の教えなんです。つまり、浄土往生という救いのためには、私たちの力は全く必要ではなく、私たちの救いはすべて阿弥陀仏の力、他力によるということになります。このような本願の教えが、正信偈では本願会と表現されています。ここですね。唯説見だ本願会とあります。本願会とはどういう意味かと言いますと、本願会、あらゆるものを救う阿弥陀仏の本願を深くて広大な海に例えた言葉です。なぜ本願が海に例えられたかというと、本願の教えは先ほど第18願の内容で見たように、阿弥陀仏の力によってあらゆる人が救われる教えだからです。本願の教えは一部の知恵のある人だけでなく、どんな愚かな人でも救う教えであるから、どんなものでも包み込む深くて広い海に例えられたわけです。本願が海に例えられたことによって、あらゆる人を救う教えであるから、本願の教えが最も素晴らしい教えだということがお分かりいただけるのではないでしょうか。本願会については後ほどもう一度味わいたいと思います。ちなみにこの写真の海は、親鸞聖人が流罪となられた越後、現在の新潟県の小田ヶ浜の海です。次に続く正信偈の御門を見ていきましょう。五濁悪事群情会、法身如来如実言というところです。意味としては、この濁り乱れた世に生きる人々は、お釈迦様が説かれた真実の教えを信じるほかないということになります。
ここで親鸞聖人は、お釈迦様が説いてくださった本願の教えは素晴らしいものであるから、皆さん本願を信じましょうと、本願を信じることを勧められています。ここに五濁という言葉が出てきました。五濁とは悪世に現れる五種の穢れということで、その5つとは、1、公俗、時代の穢れ、2、賢俗、思想の乱れ、3、煩悩俗、煩悩が盛んになる、4、衆生俗、人間の資質が低下する、5、命俗、人間の寿命が短くなるというものになります。少し難しい内容が含まれていますが、要するに五濁悪事とは、時代も世界も、これは環境と言ってもいいかもしれませんが、さらにはそこに住む人間も濁悪、汚れているということです。そしてこの五濁悪事とはいつのことかと言いますと、2500年前のお釈迦様の時代も、800年前の親鸞聖人の時代も、そして大事なのが今もということですね。今も五濁悪事である。決してこれは昔の話をしているわけではないということを押さえるのが大事なことだと思います。続いて群情会という言葉を見ていきましょう。群情会、これはすべての人ということになります。人の数が多いことを海に例えた言葉です。すべてということは、私も皆さんもということになります。例外はありませんよということになります。では五濁悪事群情会をまとめますと、濁り乱れた世の中に煩悩を抱え、苦しみ悩み生きるすべてのものということになります。先ほども言いましたけれども、五濁悪事群情会というのは、この世界に生きる私のことであるということ、私のことをここでおっしゃっておられると、受け止めることが大事なことになります。ではもう一度訳を見てみましょう。五濁悪事群情会、この濁り乱れた世に生きる人々は、往診如来如実言、お釈迦様が説かれた真実の教えを信じるほかないと、阿弥陀仏の本願を信じることを勧められているわけです。出世本願の、ところの最後として、親鸞聖人の海という言葉に注目したいと思います。今見ましたように、正真偈では本願会という言葉と群情会という言葉が使われていました。実はこれは仏様の救いの働きと、我々の迷いの世界が、対比されているんですね。このように親鸞聖人は海という言葉を数多く使われまして、仏様の救いの働きと私たちの迷いの世界を表しておられます。例えば仏様の働きを表す言葉としては、今の本願会だったり、苦毒大法会、仏様の苦毒の大きさが果てしないことを表す言葉などがあります。一方、生死の苦海や愚痴海という言葉がありまして、これらは私たちの迷いの世界を表している言葉です。仏様の働きも海で表し、この迷いの世界も海で表されている。このような親鸞聖人の海の使い方が何を意味しているのかを味わってみますと、
こう味わうことができるのではないでしょうか。底なしの迷いを抱えた私たちを救うのは、阿弥陀仏の底なしの慈悲しかない。海のように底知れない迷いを抱えている私たち人間を救うものは、海のような底知れない深さを持った本願の慈悲でなければならない。こう味わいますと、お釈迦様の出世本願の教えが阿弥陀仏の本願の教えであるということの意味がよくわかるのではないでしょうか。それでは、ここまでのポイントをまとめておきましょう。お釈迦様が最も説きたかった教え、出世本願の教えは阿弥陀仏の本願の教えである。そして本願の教えは、あらゆるものを包み込む海のようにすべてのものを救う最も素晴らしい教えである。ということで、出世本願を終わりまして、次の真の意訳に入っていきます。この真の利益では何が示されているかと言いますと、本願を信じることによって恵まれる利益です。本願を信じるとこういう良いこと、こういう素晴らしい利益が恵まれますよと示される箇所になります。では共通資料で、真の利益の場所を確認しておきましょう。1ページ目の最後の部分からですね。この部分から2ページ目に行きまして、2ページ目のこの部分となります。この共通資料を見ていただくと分かるように、真の利益の部分はお釈迦様のおすすめの大部分を占めています。お釈迦様のおすすめは全部で24句ありますけれども、そのうちの16句がこの真の利益になります。お釈迦様のおすすめの中でも真の利益が中心的な部分であることがお分かりいただけると思います。真の利益にはこのように5つの利益が説かれています。まず最初に普段特徴の利益について見ていきましょう。真の利益その1、普段特徴の利益。ここでは煩悩を持ったままの救いということが示されています。普段特徴の利益が示されるのはこの2句になります。納骨一念気合心普段煩悩特涅槃。これを書き下し文にしますと、よく一念気合の心を欲すれば煩悩を断絶して涅槃を得るなりとなります。現代語訳では、真を起こして阿弥陀仏の救いを喜ぶ人は、自ら煩悩を断ち切らないまま、浄土で悟りを得ることができるという意味になります。では、まず、納骨一念気合心の一念気合心という言葉を見ていきます。一念気合心とは、一念気合の心ということで、阿弥陀様の本願を信じ喜ぶ心のことです。阿弥陀様の救いは私のための救いであったな、ありがたいなと喜ぶ心を言います。そしてこれが浄土真宗の信心ということになります。前回信心というのは阿弥陀様の本願に疑いを交えない心というように学んでいただいたと思いますけれども、ここでは一念気合の心という表現をされているわけであります。そしてこの一念気合の心、一念気合心という信心を起こした人は普段煩悩特涅槃という利益を得ると説かれているわけであります。普段煩悩特涅槃とは、煩悩を断絶して涅槃を得るなりというように読むことができます。煩悩を断たないで、つまりなくさないで涅槃を得ることができる
という意味になります。ここに煩悩という言葉が出てきました。煩悩、この煩悩とは一体何でしょうか。あまりいいものではないことはお分かりかと思いますが、なんだかメラメラと燃えておりますが、煩悩というのは自己中心的な心のことです。自分の都合で全てを考えていく心のことです。自分の思うようにいかないと妬んだり怒ったりする心ですね。自己中心的な自己中な心のことです。皆様にもありますよね。当然私にもあります。この煩悩の反対が涅槃ということになります。不断煩悩得涅槃とあるこの涅槃というのはどういうものかと言いますと、自己中心的な煩悩がなくなった状態を言います。涅槃、煩悩がなくなり迷いの世界から離れた悟りの境地のことです。つまり煩悩の炎を吹き消した状態が涅槃になります。ですから不断煩悩得涅槃、つまり煩悩を断ずることなく涅槃を得るということは通常ありえないことになります。これは本当に驚くべきことであるわけです。ではなぜこの通常ありえないことが起こるのでしょうか。この通常ありえない不断煩悩得涅槃という事態は、実は阿弥陀仏の力によって恵まれるんです。つまり信心を得た者は煩悩を抱えたまま阿弥陀仏の力によって涅槃に至るということになるんです。この赤字の部分がポイントです。これがどういうことなのか少し分かりにくいと思いますので、例えで見ていきましょう。はい、砂浜に大きな石があります。この石を海に落としたらどうなるでしょう。まず石を掴んで、石を持ち上げます。そして海の上に持っていって、落とします。そうするともちろん石は沈んでいきます。石は沈む性質を持っている、当然ですよね。では次の場合はどうでしょう。まずさっきと同じように石をつかみます。石を持ち上げまして、お、次は船が出てきました。では船に石を乗っけてみましょう。はい、そうすると石は沈まずに運ばれていきました。つまり沈む石の性質はそのままで船の力によって運ばれるということです。石が沈まずに運ばれたのは石が沈む性質をなくしたわけではありませんよね。沈む石の性質のままで船の力によって運ばれたわけです。それと同じように私たちが救われるということも私たちが煩悩をなくして救われるわけではありません。私たちは煩悩を抱えたまま阿弥陀仏の力によって往生する、それが通常ありえない不断煩悩得涅槃
煩悩を断絶して涅槃を得るという事態が起こる理由になります。そしてここで一つ注意したいのが、ここではただ未来のことを示されているわけではないということです。浄土に往生して悟りを得るということは、私たちが命を終えた後のことではありますが、親鸞聖人はここで命を終えた後に浄土に往生して悟りを得ることを信心を得た今はっきりと知らされて喜んでおられるわけです。普段特徴の利益の御門には、煩悩を抱えたこの私が往生し悟りを得る喜びが示されているわけです。以上が納骨一念気合心普段煩悩特涅槃という御門に示された普段特徴の利益の内容となります。続いて2の平等一味の利益に入っていきます。真の利益その2、平等一味の利益です。ここにはですね、すべてのものが等しく救われるといった内容が示されています。昇進下の御門としては、煩悩逆法再栄入尿臭死入海一味の肉となります。この御門を書き下しますと、煩悩逆法等しく栄入すれば、取水海に入れて一味なるが如しとなります。現代語訳としては、凡夫も少女も語訳の者も方々の者も皆本願会に入れば、どの川の水も海に入ると一つの味になるように等しく救われるとなります。まず煩悩逆法再栄入の煩悩逆法ですけれども、これは凡夫も少女も語訳の者も方々の者もという意味になります。凡夫少女語訳の者方々の者を具体的に見ていきましょう。まず凡夫ですね。煩悩に束縛されて迷いの世界を輪廻する者ですね。先ほど出ました煩悩の説明で出ましたけれども、妬んだり怒ったりする、まあ我々のことですね。さまざまな煩悩を抱えて生きているものであります。続いて少女、これは凡夫に対する語、宗教的に優れた人です。菩薩と、ね、呼ばれるような人がこれにあたりますけれども、真宗では、龍樹菩薩や天神菩薩といった方が、まあ、少女と呼ばれる方々になります。続いて五逆罪です。五逆罪は無間地獄、阿鼻地獄に落ちていく罪、五無間業ともいう、まあ、そういう重罪ですね、重い罪です。無間地獄というのは、今イラストが出てきましたけれども、最も重い罪を犯した者が落ちる世界で、真っ逆さまに落ち続けること2000年のところにあるという地獄です。最も苦しみが多くて間断なく絶え間なく苦を受けるから無間地獄と呼ばれています。その最も重い罪ですね、無間地獄に落ちる罪は何かと言いますと、はい、五種の重罪、五逆罪ですけれども、一番目、切腹、父を殺すこと。2、切母、母を殺すこと。3、切荒姦、少女を殺すこと。4、出仏心血、仏の身体、体を傷つけて出血させること。最後5番目、歯は豪壮、和やかな修行者の集団を分裂させること。この5つの重罪が
五逆罪と言われるもので、無間地獄に落ちる最も重い罪とされるものです。最後に方々罪、法をそしる罪ですね。仏の教えをそしり、正しい真理をないがしろにすることです。これも仏教では非常に重い罪とされています。今、凡夫、少者、五逆罪、方々罪と説明してきましたが、これらのものが本願を信じるとどうなるかということですが、御門には凡生逆法再延入とありまして、これは、凡生逆法の者が皆本願界に入れば、本願を信じればということですね。本願を信じればどうなるかといいますと、尿臭死乳海一味、どの川の水も海に入ると一つの味になるように等しく救われると示されています。ここでは阿弥陀仏の救いが川と海の例えによって示されています。絵で表すとこんな感じになるかと思います。はい。この絵のようにですね、川には、濁った川や澄んだ川や、いろんな川がありますけれども、海に入ってしまえば一つの塩味になると。それと同じようにどんな人でも本願を信じれば等しく平等に救われると示されているわけです。もう少しイメージで見てみますと、凡夫も少者も五逆罪の者も方々罪の者も本願界に入れば、本願を信じれば、一つの味、一味となるということですね。つまりここで示されているのは、どんなものでも同じように救われるということですね。そしてさらに言えば、これは自らの能力、善悪が問われていないということだと思います。普通こういうことは私たちの世界ではありえないですよね。私たちが生きるこの世界は能力、善悪が問われる世界です。例えば、能力が高ければ評価されるし、能力が低ければ評価されません。しかし、阿弥陀仏の救いの世界には、そういう評価の基準や物差しはないわけです。阿弥陀仏の救いの世界では、能力や善悪が問われていない。それは阿弥陀仏が、すべての人を平等に見ていてくださるからです。平等一味の利益には、そういう温かい救いの世界が示されていると味わうことができます。ではまとめておきましょう。平等一味の利益、さまざまな川の水が海に流れ入ると、みな同じ塩味になるように、善人も悪人も等しく救われる。阿弥陀仏の平等の救いが示されたところになります。平等一味を終わりまして、次に3番信仰正語の利益に入っていきます。真の利益その3、信仰正語の利益。いつも照らされ守られている私、信心を得ると常に阿弥陀仏によって守られるという利益を示されたところになります。共通資料の2ページ目の最初のところですね、信仰正語の利益、ここです。はい、この6、29番から34番までの6が信仰正語の利益を示されたところになります。まず最初の1句目ですが、摂取信仰上昇号とあります。書き下し文は、摂取の信仰を常に称号したもうとありまして、現代語訳としては、阿弥陀仏の光明はいつも衆生を収めとって誉
お守りくださるということになります。ちょっとイメージで見てみますと、阿弥陀仏の光が常に我々を照らし守ってくださっているということを示されたところになります。続く異能水波無明腕から雲無しげ明無腕までの極には阿弥陀仏の光明に守られている私たちの状態、私たちがどのように光明に守られているかが示されたところになります。書き下し文を見てみますと、すでによく無明の暗を発すといえども、頓内心臓の雲無、常に真実信心の天に覆えり、例えば日光の雲無に覆わるれども、雲無の下、明らかにして闇なきが如し。現在語訳では、すでに無明の闇は晴れても、むさぼりや怒りの雲や霧はいつも誠の信心の空を覆っている。しかし例えば日光が雲や霧に遮られても、その下は明るくて闇がないのと同じである。これは信心を得た人が阿弥陀仏の光明に常に照らされて守られていることを例えによって示されたものです。まず、むさぼりや怒りの雲や霧というのは私たちの煩悩のことです。三毒の煩悩というものがあります。三種類の代表的な煩悩のことです。毒と言われるのは自らも、そして他人も害するものであるからです。その一つ目が貪欲というものです。正真言には頓内と出るものになります。むさぼり、自分中心の欲望を際限なく追求する心のことです。二つ目が真理です。正真言では心臓と言われているものになります。怒り、自分に都合の悪いものを排除しようとする心のことです。そして三番目が愚痴、これは愚かさ、自分中心にものを考え、真実を見ようとしない心のことです。この愚痴は、煩悩の中でも根本的なものとされてまして、貪欲真理の根本にあるものになります。愚痴があるときは貪欲として、あるときは真理として現れてくると言われています。では、もう一度。例えの内容を現代語訳で確認して、この例えが何を表しているのかを見ていきたいと思います。まず現代語訳を読みます。すでに無明の闇は晴れても、むさぼりや怒りの雲や霧はいつも誠の信心の空を覆っている。しかし、例えば日光が雲や霧に遮られても、その下は明るくて闇がないのと同じである。では、この例えが何を表しているのか見ていきましょう。正真言では、無明の闇が晴れたとまず示されていますが、それは信心を得ることによって浄土に往生することが定まったということです。我々の救いが決定したということを表しています。ただ次に、闇が晴れても、貪欲や真理の雲や霧が出てきて空を覆ってしまうと示されています。これは信心を得ても貪欲や真理といった煩悩は消えることなく出てくるということを表しています。そして最後に、雲や霧が出てきてもその下には闇がなくて明るいと言われていますが、それはたとえ貪欲や真理の煩悩が出てきても私たちの救いが帳消しになるわけではない。煩悩は浄土往生の障害にはならない。そういう救いが本願の救いであるということが表されているわけです。そしてそれが信心を得た人が常に阿弥陀仏の光明に照らされ守られているという
信仰称語の利訳の内容になります。はい、では信仰称語の利訳簡単にまとめておきましょう。太陽が雲や霧に覆われていても、その下は明るくて闇がないように、煩悩は往生浄土の妨げにはならない。これが信仰称語の利訳であります。次に、王朝五種の利訳に入っていきます。真の利訳その4、王朝五種の利訳です。これは、他力によって迷いの世界を超えるという利訳が恵まれるということになります。五門としては、略真顕教大教記、即王超絶五悪種の肉になります。書き下し文は、真を得て見て敬い王旗に狂気すれば、すなわち王に五悪種を超絶となります。現代語訳は、真を得て大いに喜び敬う人は、直ちに本願力によって迷いの世界の絆が断ち切られるとなります。つまりここでは、信心を得た人は、我々をこの迷いの世界につなぎ止めている絆、原因が阿弥陀仏の力によって断ち切られてしまう。したがって、もう迷いの世界を輪廻することはないということが示されています。さて、今五門に王という言葉が出てきました。横という漢字を書きますが、王を理解するために、主という漢字を出してみます。王というのは、他力のことです。他力によって、迷いを超え、悟りに至る教えのことを言います。一方、主というのは、自力のことです。自力の修行によって、迷いを超え、悟りを開こうとする教えのことです。この主、自力というのはどういう教えかと言いますと、具体的には、自力とは、これは親鸞聖人のお示しですけれども、自力というのは我が身を頼みとし、我が心を頼みとすることであり、自分の力を頼って行に励み、自分が作る様々な善を頼りにする人のことであると。ということで、厳しい修行をしてですね、知恵を磨いて、煩悩をなくして、きれいな心になって悟りを開こうとする、そういう教えを自力、主の教えと言います。まずはそこを押さえておいてください。続いて、即王超絶五悪種の五悪種という言葉に注目します。五悪種というのは、それぞれの行いによって赴く迷いの境涯を言います。5つの迷いの境涯ですけれども、地獄、餓鬼、畜生、人間、天。この5つですね。これが、苦しみの世界でありまして、我々迷いの存在は、この世界をぐるぐると輪廻するわけです。この苦しみの世界、迷いの世界から声出ることが悟りでありますが、この声方に先ほど示しました他力と自力に違いがあるんですね。それを次に見てみたいと思います。これは実は竹の絵です。説明の都合上短くなっていますが、もっとずっと長い竹をイメージしていただければと思います。この竹の中に虫がいます。この虫が竹の外に出る出方に2種類があります。一つは竹の外皮を破って外に出る方法。しかし竹の外皮は分厚いために外に出るのは簡単ではありません。もう一つは柔らかい竹の節を一つずつ破って上から出る方法です。この竹と虫の話は何を表しているかと言いますと、迷いの世界を出る方法についてです。縦に出る方は
自力の道、横に出る方は他力の道を表しています。自力の道は一つ一つ自らの煩悩を断ち切り、迷いの世界を出るため長い時間がかかる難しい道になります。一方、他力の道は横に出ますから、わずかな時間で出ることができる優しい道になります。しかし竹の外皮は硬いのになぜ優しい道かと言いますと、それは外からの力によって竹の外皮が破られる、つまり他力、阿弥陀仏の力によって迷いの世界を越えることができるからです。これが即応超絶五悪種という他力による迷いの世界の越え方のイメージとなります。では王朝五種の利益の内容をまとめておきましょう。阿弥陀様の教えに出会ったことを大いに喜ぶ人は、阿弥陀仏の力によって迷いの世界を横様に越え、悟りに至る利益が恵まれるという内容になります。次に真の利益の最後、5番諸仏称賛の利益に入っていきます。真の利益その後、諸仏称賛の利益、あらゆる仏様に褒めたたえられるという利益が示されています。御門は一切全幕凡夫人門心如来具勢願仏言広大正芸者善人妙憤ダーリー系という四句になります。書き下し文は、一切全悪の凡夫人如来の具勢願を問診すれば仏広大正芸の人とのたまえり、この人を憤ダーリー系と名付くというようになります。現代語訳では、善人も悪人もどのような凡夫であっても、阿弥陀仏の本願を信じれば仏はこの人を優れた知恵を得たものであると称え、汚れのない白い蓮の花のような人とお褒めになるとなっています。善人妙憤ダーリー系という古文を出させていただきましたが、今回はこの憤ダーリー系という言葉に注目してこの箇所を見ていきたいと思います。フンダリケとはインドのプンダリーカという言葉を訳したものでありまして、この白蓮華を意味する言葉です。そしてこの白蓮華に例えられているのが信心の人ということになります。なぜ信心の人が白蓮華に例えられるかと言いますと、白蓮華という花は実は泥沼に咲く花です。泥沼に美しい花を咲かせます。同じように信心の人というのは煩悩の泥の中にあって仏の悟りを開くべき人ということで、信心の人を白蓮華に例えて讃えておられるわけです。そして白蓮華は泥沼に咲きながら泥に染まらない花ということができます。同じく信心の人も煩悩を持ちながら煩悩に染まらない存在と言えます。これどういうことかと言いますと、信心の人は煩悩を肯定しない、煩悩を持った存在であることに開き直らないということです。親鸞聖人の時代には、阿弥陀仏はどんな人も救ってくださるということを聞いて、それならば何をしてもいいんだと開き直って煩悩を肯定するような人がいたんです。でも親鸞聖人は、そういう人は実は信心を得てない人だとおっしゃったんですね。例えば部屋の中にいるときにですね、部屋に光が入ると
このように無数の埃が見えますね。同じように信心の人というのは阿弥陀仏の光明に照らされ自らの煩悩がありありと見えるわけです。そうするとそこには煩悩を持った我が身を恥じる思いが生まれてきます。だから信心の人には煩悩を持った自分を肯定する、そんな自分に開き直って煩悩に任せた振る舞いをするということはないんですね。実るほど頭の下がる稲穂かなという言葉があります。徳の高い人ほど謙虚になっていくという意味の言葉です。信心の人も阿弥陀仏の光明によって自分の姿を知らされて、お恥ずかしいことですと謙虚になっていくんですね。本願の教えというのはそういう謙虚な生き方が恵まれる教えなんですね。諸仏称賛の利益、踏んだり家という言葉に注目して見てきましたが、簡単にまとめておきましょう。愚かな凡夫であっても阿弥陀仏の本願を信じる者をあらゆる仏様は汚れのない白蓮華のような人と褒めてくださるという利益が説かれています。はい、これで真の利益のところが終わりましたので、ここまでのポイントをまとめておきましょう。浄土真宗は煩悩を断じて救われるという教えではなく、煩悩を持ったまま阿弥陀仏に救われるという教えである。阿弥陀仏は善人も悪人も等しく救ってくださる。阿弥陀仏はいつも私たちを照らし守ってくださる。その光明は私たちの煩悩にも妨げられない。そして阿弥陀仏の救いを信じる者は阿弥陀仏の力他力によって命を得ると悟りの世界浄土に至るべき身となる。阿弥陀仏の教えを信じる人は愚かな凡夫であっても仏様方から褒められる尊い人となる。以上であります。続いて自力の戒めに入っていきます。自力の戒めは、この共通資料ではこの部分ですね、最後の部分になります。はい、お釈迦様のおすすめの ③ 自力の戒めになります。自力の戒めとは疑いを戒めて信心を進めるところであります。御門としては弥陀仏本願念仏、邪見狂慢なく修正、信行十字人に難、難中し難難しの四句となります。書き下し文は、弥陀仏の本願念仏は、邪見狂慢の悪主情、信行従事すること、甚だもって堅し、難の中の難、これに過ぎたるはなし、となります。現代語訳は、この通りです。阿弥陀仏の本願念仏の方は、横島な考えを持ち、おごり高ぶる自力の者が信じることは実に難しい。難の中の難であり、これ以上難しいことはない。まず注目しますのが、邪見狂慢がなく修正というところですね。横島な考えを持ち、おごり高ぶる自力の者という意味ですが、邪見というのは横島な見解、仏法を否定する考え。狂慢というのはおごり高ぶる心、自分を頼る心です。これらはそのまま救うという阿弥陀仏の救いを拒絶する者の姿です。仏法を否定したり、自分を信じて阿弥陀仏の救いを信じていない人たちの姿ということになります。
ここで復習ですが、信心というものをもう一度押さえておきましょう。前回学んでいただきましたが、信心というのは阿弥陀仏の本願に疑いや自分の理解を交えない心の状態でした。簡単に言えば、信心というのは疑いのない心でした。で、邪見、狂慢、悪主情と呼ばれる人たちは、この信心のあり方とは異なっているわけですね。ですから、邪見、狂慢という心というのは、そのまま救うという阿弥陀仏の救いを拒絶する心です。そしてその救いを拒絶する心は、自力の心、自力心と言われたり、疑いの心、疑心と言われたりします。この自力疑心の人が救いに預かることは不可能ですよと、正真偽では示されているわけです。ですから、自力疑心を捨てて阿弥陀仏に任せなさいとお勧めくださるわけですね。信行十字人に難、難中し、難昔に難という言葉、難しいという言葉が出てきますけれども、これは不可能を表します。難しいということではなくて、不可能を表す難です。本願を疑う自力の人が救いに預かることは不可能だというふうにおっしゃっておられまして、だから自力疑心を捨てて阿弥陀仏に任せなさいと言われるわけになります。それでは自力の戒めのポイントをまとめておきましょう。自らの力に頼るものは阿弥陀仏の救いを疑うものであり、その救いを拒絶するものである。だから、速やかに自力疑心を捨てて、お釈迦様が勧められるままに、阿弥陀仏の救いにお任せすべきである。これが自力の戒めのポイントとなります。お釈迦様のお勧めの内容は以上でありますが、最後に皆様にご案内とお願いがあります。本動画に使用した教材は、浄土真宗本願寺派総合研究所のホームページからダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。本動画は、皆様方が各種講座や研修会を開かれる際に参考としていただくために制作いたしました。本動画をそのまま上映することは、どうぞご遠慮ください。何卒よろしくお願いいたします。それでは第2回の実演動画をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。